ープジュース、今回は不女子でゴー。おー、最近流行ってるね、某漢字でゴー。ほう、某言っちゃってるけどね、全部オマージュして、はい、私問題作ってまいりました。おー、すごい。不女子ならわかる漢字クイズ。漢字がね、苦手だからね、不女子だと言ってもちょっと難しいところあるよ、うん、いや、全問不正解だったらごめん作ってくれたのに、それは申し訳ないと思うけど頑張る。大丈夫、大丈夫。 OK、 お願いします。はい、それでは第1問からいきます。おっ、来い。はっ、何々く、何々く、わめくじゃなくて、あえぐじゃなくて、ぐじゃないもんね。いや、もうこれはね、ひざまずく。えずぶ、なに、なに、何く、超短いよ、短いよ。あえぐじゃない、あえぐしか出てこない、あえぐしか出てこない。ぐじゃないのに、なんかもうエッチな言葉っていうのに囚われてしまって、もうく、しごく。うわー、わかんねーよ。慣れ親しんだ言葉でしょ。まあ、確かにね、聞いたら情景とかがあり、うん、文脈があったらね。確かに。いや、でももう長いものをこするっていう意味ですよ。はい、次行きましょう。はい、うん、落としめる、うん、何める、いや、わかる、恥ずかしめる、惜しい惜しい、落としめるが惜しい。いや、その次が欲しいね。舐める。あ、だめだ。なんで、なに、なに、舐める、舐めるじゃない、違う、める、めるめる。あー、出てこー。はめる、はめる。うわー、もうちょっとダメかもしんないっす、先輩。いや、もう、めるやったらもう、める、あー、いや、もう舐めるしか出てこんかった。先生、ちょっとあの、一ついいですか、反論じゃないけど、あの、反論してくんだ。大体の漫画は、はめるは、あの、カタカナでハッって書くもん。あ、まあそうですね。はめるって、ハッって書くもん。後半舐めるでし、頭がいっぱいになった。こういう気持ちやったんや。冷静に考えたらわかるかもしれんよ。でもなんか、はい、どうぞって出されて20秒じゃ、全然出てこん、ね。焦ってね。そう、もう俺の頭舐めるでいっぱいやったと思う。もう、舐めるしか言葉が出なかった。で、うわぁ、ちょっと冷静にならん。ちょっとあの、いい問題やわ。いい問題やね。ちょうどね。うん。出そうで出んやろ。うん、でもちょっと大丈夫、あの、どんどん難しくなるよ。うん、これ簡単な方やった、もしかして。大丈夫かな。よし、はい、はい、入れるやない、正解。おーい、これはね、わかりやすかった。いや、もうこんな、こんなのもう逆になって言うんですか、うん、って感じじゃない。ちなみに当て字なんですこれ。え、本当にあの、普通に書いてあったら読めないからね。入れるにしか読めない体になっちゃってる俺は。当て字ですね、これ。こういうのが欲しかった、私は。次、よかった。はい、ゴー。うわぁ、うわぁ、さらすじゃないよね。え、合ってるの？すごい、うわぁ、早いよ、いいよ、いいよ、いいよ。え、なんか、急に。なんかさ、あるじゃん。あの、エッチなさ、やつ取られてさ、うん、これ、さらしてもいいんかみたいな。よう見とる、よう見とる。みたいなの、うん、おーの感じと思いました。はい。正解です。うわぁ。めっちゃ自信なかったけど、あってたね。え、エッチで、素で、さらすしか出てこんかったけ。よかった、よかった。2問正解、今のとこ。すごい、意外といけるんじゃない？うん。いい感じ、いい感じ。はい、行く、正解。よっしゃー、やっぱいいよ、いいよ。やっぱ、やっぱあの、エッチの達人かもしれん。うん、これなんか見たことあるって思った。やっぱ見たことあったんや、うん、よかったよ。いや、でも調子いいな。調子いいぞ。うん、ちょっと、ちょっと本領発揮かもしれない。いいよ、いいよ。うん、はい、加える。秒殺。あれ、あれ、ちょっと大丈夫ですか。これちょっと動画終わっちゃうんですか。いや、そうだよね。もう、もうそんなの、もうそれしか出てこない、ね、L って出たらね、一瞬やったね。一瞬やったな。もういいよ。なんかちょっとスイッチ入ったかもしれん。感じ、うん、スイッチ、感じスイッチ入ったかもしれん。ちょっと知的な気持ちになってるもん、ね、今。知的半分、エロマジン半分みたいな。エロマジンやろ、全部。あ、そうかな。イエーイ。はい、ほぐれる。いいもー。え、ちょっと待って待って、簡単なんだけど。あれ、いいよ、いいよ。ちょっとおじさん調子出てきちゃった。調子出てきちゃったね。でもこれはね、よくね、なんかあの攻めがね、うん、受けのお尻をちょっとね、そうか、ほぐすという、うんうん、そういうとこにね、よくね、見ますよね。しゃーごい、よいしょ。はい、挿入じゃなくて、違う、え、輸入、輸入、違う、うーん、うーん、
なんか逆に当て字みたいなね、ローションみたいな、入れるやからなんかおもちゃを入れるみたいな、何単純に漢字を読んだらいける、輸入輸入じゃないの、中層っていいんですね、これが。ん、出し入れすることを中層って言うんですね。中国語これで中層って呼ぶ、中層っていうの、中層するっていう、ちょっと聞いたことないから、なんか油、これなんて読むこの油じゃないの、だから油は、うん、あ、だから輸入って言ったの、そう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 、灯油の湯ちゃうんって思ったけど、違うよ、ずっと輸入、湯は三水だから、うん、単純にバカじゃん、そうやな、次、うん、ちょっと切り替えてこ、うん、はい、喘ぎ声じゃなくて、あの、そういうこと、それ、その意味はそうよ、え、なに、産声、生まれたな、え、産声、あえ、あで声、声じゃない、声じゃない、え、声なのに、声って書いて、あえぎ、出てこー、これは強制と読むことですね、強制、はい、強制、いや、ちょっと先生、これは出てこん、そんな、いや、だってワイが読んだ漫画でそんなの出てきたことない。生めかしい声のことを言います。へえ。いや、だって、小説とかでは、あでやかな声とか、うん、いや、絶対、生めかしい声を上げながらとか、小説に出てた。いや、出てない。いや、強制が溢れるとかさ、そういう。いや、出てない。ワイが読んどった小説にはそんなの出てない。絶対する人ったよ。最後も、きつい。うん。むずいか。いや、もう、いや、できるくせんけど、まあ、ちょっと頑張ろうか。はい。意外といけるかもしれんからね。いきます、はい、ラスト問題、はいはい、坂岡、なんかすごい全然違うけど、なんか二輪攻めみたいな、なんか気持ちになった、なんかそうのやつで、なんか二つある、そう2つ入れられたら、そうじゃないんですね、そうか、いや、そうチキ、そうチキ、そうちゃんか、これは早急おっぱいのことです。2つの丘でしょ、おっぱいはオスにパイじゃん、違うよ、そんなの言わない、初めて聞いた、早急と書いておっぱい、いや、ガチで初めて聞いた、小説とかに出てくるってこと、そう、早急、うん、全然エッチじゃなくない、あ、目の前に広がる早急がとか言われても全然エッチじゃなくない、なんか小説はもうそんな直接的に言わないから、早急って言われても何それってなるよ、全然エッチな気持ちにならない、この単語見ても全然エッチな気持ちにならないもん、でも2つの丘よ、もうおっぱいやろ、丘、なんか、分かんない2つ入れるんかってなったもんな、10問中、はい、5問正解、ちょうど半分、あ、いや、でもこれはちょっと違う、こんなの見たことないもん、漢字クイズだから、だからおっぱいって言わずに隠語みたいなことか、納得いってねえな、納得いってねえな、おい、なるほどね、日本語に納得いってねえな、じゃあ今度から使おう、いや、マジで最後の3問マジ知ってるっていう人いたら本当にコメントしてほしい、まあ Y が悪いだけか、シュン、じゃあ今回は不助詞漢字やってみました、見ました、はい、皆さん何問正解できましたか、いや、マジで難かった、おっぱいね、早急、じゃあチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします、はい、せーの、バイバーイ。